じゃあ、注文何がいいですか、大島さんは。じゃあじゃあせっかくなんです、サムライホって、あ、ほら切っていただけますか、ね、サムライ、うん、やっぱりね、サムライどうですか。まあ実は今日はね、もう打ち入りの日でもありますから、ね、そうなのよ、今日12月14日ですから、じゃああれですけど、じゃあ打ち入りいきましょうか、お、打ち入り、はい、打ち入りいける、赤穂浪士の打ち入り、まあ赤穂浪士のネタはね、俺らもやたらと漫才でやってるんで、そうですね、AKR47 ってやってるんで、あ、全員は切れないですね、そう、47人分ね、47人分は切れない、すごいです、2人ぐらい、だこれは、うん、あの寄せだとね、こういう感じで、そうそうそう、切り抜いた方もね、こういう風になりますんで、こちらを B 面と呼んで、うんうん、省略書はね、そういう感じでやってますけれども、いや、すげえな、いや、これはすごいわ、うん、ね、これ、うん、これ1分かかってないぐらいですからね、うん、なんかそのね、切り損じとかさ、なんかこう、うん、かこれだから毛羽立ってるようなところとかないからね、絵で言うと一筆書きっていうかね、もうそういうことです、だから紙のこうクズが出てないっていうところもやっぱすごいところですよね、うん、そこですよね、一切り、しかもなんか僕らの会話を聞きながら切ってるっていうのがすごいですね、本当なんか、うん、これもね、やっぱり、ね、訓練の賜物ですよ、あれでできるのかっていう、うん、これはすごい、うわあ、うわ、もう浮かび上がってる、え、もう一人浮かび上がってるぞ、この途中でザワザワされるのどうなんですか、あの方がいいです、ね、あんまり静かだ、途中でありますね、うん、途中で見えちゃう時ありますけどね、いやすごいなじゃあ適度に雑音あった方がいいんだよ、そうですね、そうね、騒音がね、いや結構今回は細かい切り筋が、うわうわ、線って言うんですね、あ、すごいね、でもいや動かしながらすげえ、俺この距離で髪切り見たことないわ、そうですね、あんま見ら、いや、すげえ贅沢なことしちゃってるな、すいません、本当に、いやいやいや、うわうわ感じで、はいはいはい、もう見えた、すごい風景が見えた、迷いがないですね、本当に、まあ12月というと中心ぐらいやっぱ出るんですかね、出ますね、出る、その辺はね、どうしてもね、でここでまだ仕上げがありまして、仕上げ、 はい、今回は、こうするとうそうですね、木先のね、ブスッとこう、くり抜いて、はい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 、作ります、はい、これも失敗がないな、ああなるほど、はい、ここでくり抜いて、あんなに硬い紙でもやっぱり切り損じないんですね、うわうわ、ね、こうやって切って、すごい、あ、でここも、いや、これはうわー、うわ、細けえ細けえ、やべえ、いやー、怖い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 、もう切って、はい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 、いってきました、おー、はい、おー、こういう感じで、はい、はい、うわ、こういう感じで、はい、2人しかいないですけど、いやいや、十分、いやすごい、素晴らしい、すごい、ブラボー、これは素晴らしい、自分でうまいっていうタイプなんですね、これね、大石蔵之介でしょ、で、ね、でちゃんと芸が細かい、これ山賀流陣太鼓ちゃんとね、ドン一打ち二打ち三流れってやつよ、これ打ち入りに、こちらこれキラ亭ですね、ああね、はい、で月下がそのね、はあ、はあ、ここのさ、ここ切ってる時やばかったんですけど、いや、しかもさ、蔵之介さ、ただ刀刺してんじゃない、ちゃんと両刀束さんでんの、ちゃんとね、細かいねはあ、ありがとうございます、須田口先生、もったいないですわ、いや、本当にありがとうございます、ね、すいません、ね、こんな至近距離でな、これすごい、これ、ね、うわ、これ次回あの収録の時これ飾っとこう、うん、これ芸人田んぼの隣に飾っとこう、いや、本当だ、これこれしよう、これこれシンボルにさせてもらった方がいいじゃないですか、これすごいな、いや、こうやってその一つずつね、あ、でもそうか、紙切れの方の場合はその話し家さんがほら演目を増やしていくっていう風には ならない感じですかね、あ、そうですね、注文を受けて切るので、うん、やっぱり自分じゃなくてお客さん任せる、まあまあ、これだから毎日怖いですよね、うん、毎日怖いです、だからもう今も、うん、何が、ね、今怖さ全然伝わってこない、さっきちょっと怖かったです、何言われる、意地悪問題出てきたらどうしよう、昨日考えてきたんでしょうけど、そういう、そういう目をしてましたからね、かましてやろうって、いや、すげえな楽一さんは僕ら教会からでしたっけ、うん、知り合ったの、はい、その前はご一緒してない、してないんですよね、不思議と、
そっか、もう最初からいらっしゃったイメージあるからね、うん、どうですか寄せ生活。寄せ生活ってなんだよ、ね、その寄せ芸人になってるっていうのは紙切りで食ってるっていうのはいつぐらいにカミングアウトしたんですかご家族には。あでも何年バイト辞めたぐらいですかね、やっぱり、こう並行してやってたので、はい、と、じわじわとこう実は、じわじわしてる、あのもうちょっともうバイトの方来ちゃったよみたいな。あそうですそうです、なるほど、うまいのかな、バカないよ何もバカないよお前そうですね、そういうのありますね、一生勉強続きますね、だから、ちょっと厳しいですよね、紙切りね、あんまり注文も切りたくないんですけどね、なかなかどういうことそれ。もうだから事前に用意したやつだけ切って納得してもらいたいと、それが一いいですよね。そうですよね、芸ですよそれが。いやだからさそうなんだよ、やっぱさ小楽師匠が3枚ぐらい切っちゃうから、一発目普通に切ってよ、もうあとは全部注文切っちゃうから。でも本当だったら事前に準備したの3枚ぐらい切って、あじゃあ残りちょっと時間あるからじゃあ注文1枚ぐらい切りますかみたいな。そうですよね、それが私もう注文取って切るしかないので、もう喜んでもらうにはバンバン取っちゃいますね、バンバン取っちゃう、バンバンで持って帰ってもらうっていうのが、ね、今のところ私の。じゃあ例えばそのお客の注文とかも全然関係ないから、その楽師さんがね、もうた切りたいもの、ただひたすら腕を見せてくださいっていう、うん、いいですね、もしね、そういうあの失礼られ方をされたら、うんうん、何切ります？逆にね、もうネタ出しみたいな感じで、そうそうそう、もう切りますみたいな、ね、ゴン太郎師匠とか三橋師匠が上野の鈴本でね、うん、すごい大ネタをほら、うん、やられる、ネズミ穴やります、ね、そうそう、だからお客さんがもうそれ待って待ったっていうような感じで注文来ないと、どうぞって言われたら何切ります？もう切りますね、まずはあれですね、藤娘なんで、藤娘はやっぱ切りがいあるんだ、切りがありますよね、あれすごい難しいですもんね、はい、定番のものを切りますね、うん、今日藤娘切りたいなみたいな日あるんですか？ ありますね、やっぱりあるんだ、あるんだ、藤娘、ね、藤娘日和ってのあるでしょ、で確かになんか春夏秋冬それぞれ、例えば冬だったら忠臣蔵とか、うん、それこそなんかこう一応待ち構えてるし、うん、ちょっと朝練習しちゃうみたいなのもあるわけじゃないですか、なのに来ないみたいな、来ない、もうそれがほとんどですね、そうですよね、用意してても、そうですよね、どっか地方行ってでもあれですもんね、いろんな名所なんか稽古して、確かに姫路城とかね、関西行ったらね出てるかもしれないなと思って、ね、東京タワーが出ちゃったそっか、見慣れてるやつ切っておくれなんて言わないもんね、東京タワーかーいってなりますよねあとはほら、これはもう逆立ちしてもできないでしょっていうそのね、至難のもう技、こうほら、あ、要するにスケフィギュアスケートでいうところの何回転スピンみたいな、そういう技のこうもうあるでしょ。ありますあります。それは何ですか？例えば。それはもうちょっと、ね、今ない。そうね、それ言ったら注文受けちゃう、注文出ちゃうことになるからね。そっかそっか。そうですね。やっぱそうか。じゃあいや、その一歩手前ぐらいでいいでしょ。その一歩手前ぐらいの、その何度、まあまあ難しいけどこれも、うん、そうですよ、うん、でもなんか例えば動きがあったものの方が、うん、例えばその馬とかってやっぱ走ってるわけじゃないですか、うん、とかそのキャラクターだったら止まってるとか、動きがあるものとそうじゃないものってどっちが切りやすいとかあるんですか？あ、動きがある方がいいですかね。あ、そうなんだ。作品自体にもこう、うん、勢いが出ますもんね、うん、あ、じゃあ最近なんてもうそれこそサッカーとか出ますよね。あ、出ます出ます。で、あの場合って例えば選手指定の場合もあるんですか？三笘選手切ってください。 あります、それでどういう準備するの？対策としては、対策としては、うん、髪型が似てればいい。あ髪型ね。いやでも取っかかりはそこしかないよ、ね、だってさ、でもさ表情切れないじゃん、うん、それは無理だ。髪切りで表情難しいから、うん、シルエットだから、うん、あと大きな声で言うってことですね。三笘選手です。自信ね、自信ですよ、自信ですよ、押し出しこれ大事、これはやっぱ誰が何と言おうとそうなんだ、そう笑いに、そこは大きな声でこう、うん、
そうそう、これ大事、これ大事。ちょっとオズオズとやると、うん、え、あれ違う選手じゃねえのみたいな、あ、そう、それツッコミが入る余地がこう出ちゃうんですよ。いや、そうそう、それ大事で、パッてパッて終わる残像だけを残して残像だけを残して、そうそう、あのよく聞いてたらさ、あれ大して厚み清さんに似てないなって人でも帽子かぶってあのトランクを着てさ、あのトラさんって服装だけ出てきて、ね、そうだよ、うん、あのな、おいちゃんって言ったらそれでさ、確かに、確かに、の男つらいようで押し通すっていう、あの押し出しの精神大事だからな、うん、もう楽一さんはまあその髪切り面白いなって思う部分ってどこなんですか。注文に対してこう、うん、こ答えがいろいろあるってことですかね。これ考えてきたやつですよね、それ今完全に喋る前に入ってちょっとスイッチ入れましたよね。あのさ、うん、ほらほらさ、もうさ、おい、あのさ、事前に準備してきたやつじゃん。もう完全にね、あの国会の答弁みたいになってる俺、森友とか賭けの時の国会の答弁、誰かの答弁聞いてるような感じがしてきた、さっきからなんか、はい、なんだ俺、注文なんだここ、おい、いろいろ切る答えがあるっていうのが、うん、何みんなが納得する答え用意して思い出してんじゃないよ事前の台本をどう考えても自分の部屋で夕べ練ってきた回答だよ。もう練った、練った、練ってないよ、今日浅草から来る電車の中で考えたやつだよこれ。練った練った、ジャニ練ったなんて、そうだね、あ、松竹梅、そっか、いやまあでもぶっちゃけながら決まったことをやるよりは、ま、毎日変化があって面白いんじゃないですか。でもまあなんていうんですかね、注文があるから切ってるってだけの話ですよ、ね、一番あのもうご飯があるから食べてるみたいな。どうしていいかわからなくなったっていうか、苦しかったのって あのあります。なんかもうっていうか知らないもの出てくるでしょ、だって、うん、ありますね、うん、その時どうしてるんですか。パスしてる時もあります。パスあるんだ。聞こえないふりというかそういうのもありますし、ああそっか、同時にね、お注文かかった時にね。でも本当にこの間恥かいたのは、うん、ひょうたんからコマ、おうおう、うん、私は本当に知らなかったんですよ。え、ことわざを、ことわざの漢字が、あ、漢字、響きは聞いたことあるんですけど、ね、はい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 、ああなるほどなるほど、はいはいはい、意味というか、意味とか、うん、そういう含めて、うん、あのこの絵の感じ、あ、はい、馬なんですね、一番得意なはずの、そう馬切らせりゃもこっちのもんよのはずなのに、その駒が馬と繋がらなくて、繋がらなくて、うん、こっちの、ああそれはそう、ね、この駒の方を切っちゃった、うん、ね、変な感じ、いや確かになでもそういうのいっぱいあるだろうな、いやそうかそうか、それはね、全知全能の神じゃないからさ、そんなだって全てのことちゃんと理解してるわけでもないし、うん、何でも切りますって言ってるわけじゃないんですもん、うん、なんつってんですか、注文あったらどうぞって別に何でも私はその辺もだからあの師匠と違うとこね、何でも切りますよとは言ってないと、何でも切りますと申し上げたら、うん、この袋の口切ってくれて言われましたっていうそこ省略書って違うと思う、そうそうそう、注文があったら切りますよ、はい、ない場合はどうする、あなたたちが考える、あなたたちがあなたたちって盛り上げるのも盛り下げるのもあなたたちだよっていう私を楽しませてくださいって、ね、私を楽しませてください、責任転嫁なんだ全く、いやいやいや、いや面白すぎるな、あでもう芸歴で言うとだから20年超えたってことですか、じゃあ。ああそれはないですけどもね。あ、ね、そっか、だから最初はお勉強というか趣味だったから、もうただの趣味なのでもそんなに長くないですね。趣味を仕事にしたのはどうですか。あ、楽しいですね。あ、楽しいですか。一番いいですね。やっぱ寄席もともとお好きで入ったってことですもんね。寄席は分かんなかったですけどね。あ、分かんなかった知らなかったんだ、そっか、東京に住んでなかったので、あ、髪切りを、まあ、テレビかなんかで見て見てって感じですね、省略やべえみたいな感じで行ったっていうことですね、そしたら落語の合間にやってるんだってのは もうそのあたりでじわじわ分かってきて、和助パターンだなこれ和助パターンだな落語ってのはあるんだなって、あるんだなって感じ、でもじゃあ逆に面白い世界じゃないですか、面白いです、こういうどうやって生きてんの？未だにだからもうすごいそういう興味で見てます皆さんのこと。ああ本当に。あの多分楽一さんが一番そういう目で見られてると思います。何をしてる人なんだろうみたいな。私の方が見てます、ね。大
丈夫かなと大丈夫かなっていうの二人見せたなそうっすよね何が大丈夫かなでけんのかなそれはそうだよ大きなお世話だよそれはさみんなそうなんだよ寄席出てる人どこでしのいでんだろうみたいなねありますよねいや本当にこの年までどうやってしのぎをやってきたんだろうとか遠巻きの仕事みたいな流せんのかこの内容この会話お前よんたくそれはもう、ね、それ寄せファンタジーそれ言い出したら俺って言いたい人いっぱいいるよって、まあまあ、寄せファンタジーですから、ね、謎の師匠いっぱいいるよ謎の師匠謎の師匠いっぱいいますよ、ね、じゃあその話して、ね、ダメですダメですいやあのプライベートでなんかいろいろご趣味とかなんか終わりなんですかその実はこう追いかけてるミュージシャンがいるとか欠かさずその新作が出たら読む小説家漫画家とか漫画家さんとかないんですよあそうですか何を楽しみに来てます髪切りをえマジですか、はい、いやその、うん、まあ一応あくまで仕事じゃないですか、うん、それ以外で本当にご趣味ないなんもないんですよあそうですかじゃあ割と家いる時もやっぱ、うん、というか稽古するしますよねやっぱり稽古して絵見たりしますもんね、うん、だからそれが楽しみで、うん、あそうなんだないんでそういうのが、うんだからだからそういう時になんかこう参考のまでにこう見る絵とか、うん、絵でだってますそれで延長で好きな画家とか出てくるでしょ大体そうないんですよそうじゃない、うん、おやっぱ注文あったらこう切るなっていうことはやっぱ常によぎるそればっか考えててあやっぱそうかそれだけなんですよねだから、うん、あとはぼーっとしてますねまあまあねずっとねその働くわけにもいかない夜切るんですか朝切るんですか朝も夜も切って朝も夜も、はい、もう休む時間はないですねやっぱり本当にそれあの嘘ついてる顔してるんですけど頭の中で切ってますねこう折島さんはこういうあ、なるほどね2人の注文も来ますからねあそうですか来ます来ますえ我々の注文来ました、それ初めて聞いた物好きなお客もいるもんだな、多い多いですえじゃあロケット団とかあともう多いですあそうですよね多いですね色物さんはね、確かに2人いますしねうんあすいませんじゃあご迷惑おかけしちゃってなんか僕らみたいな2人のこう申し上げない容姿芸風をこう芸風まで表現するんですけどねあそうっすよねだからこう大きな声出してるなと思ったら、なるほどね叫んでる姿みたいなありがとうございますあの結構やっぱ紙切りってそうは言ってもその落語ほど言葉に頼る芸能じゃないと思うん で、ね、海外とかも行かれると思うんですけど今までどんなところ行かれましたはい、はい、ですいやだからその待ってましたよその質問事前に考えときましたよみたいなはいやめなさいそれあれはあそこにある4番目ね4番目質問に来ると4番目に考えたあもうどこ行った時の話面白かったインドですねインド、インドで髪切りはいインド髪切りってないインド髪切りはないでしょそのモンゴル相撲みたいな言い方やめてくださいインドで髪切りやったんですね壮絶でしたね壮絶環境が壮絶だったまず環境ですね、うん、インド洋でやったインド洋の砂浜まで用意されてたパーティーなんですけど海辺っていう海辺ですおそれ聞いてないんですよね、風がすごいんですよね、ステージでありましたねどうぞって言われて沸騰されちゃうかもしれない沸騰されちゃう風強くて切りにくいですよねあの B 面の方どっか行っちゃいますよねどっか行っちゃいますだから行っちゃったんかもしれないインド洋に今インド洋だってインドでご注文した時に出てるのあれだね何出てくるのパニシャスハザードフィーラーそれ通訳するよそりゃそれ出ましたいや、いい加減なこと言うなそれ出たいい加減なこと言うじゃないそれ出たじゃないよいやガンジーとかねいやもちろん通訳はいるでしょあ通訳がいるどんなの出たんですかまずですねむしろ日本に寄せてくるあ寄せてきました寄せてくる彼らは、ブッダおあまあブッダね、うん、いっぱいあるじゃないですかブッダなんてなんかブッダ切って、うん、ブッダが芸者と遊んでるところ、うん、おあその王子時代シッタルタ王子時代、ねうんうん、そういうのやってきましたねおあとはこうペンダント出してうちの妻を切ってくれ似顔絵じゃねえんだよっていうで適当に切ったんですよもう、はい、同じ顔じゃないですか、いやいやいやうんってさらっと言うけどさ一人
まあ、あの額にこのね、あの独特のあの印ありますね。うん、ね、うん、切って、はい、したらもう感動して、そしたらみんな上がってきて、俺も俺も俺も俺の妻も、まあ、そうなるよね、そうなるよね、まあ、携帯見せて、全部一緒にしました。大体一緒にしました。すごい。え、それは楽市さんだけで行ったんですか。あ、だけで、工場ができる、日本の企業が工場を作るからってんで、その日本の文化をってことで、うん、へえ、そういう仕事あるんだ。そうなって、私一人のはずがバンドが演奏し、うん、バンド演奏し始めたんですよね、私の前に、うんうん、呼んでないんですよ誰も、はい、勝手にバンドの演奏し始めて、うん、はあ、結構盛り上がりました、ね。現地のバンド。現地のバンド。すごい文化だ。今日紙切りやるって聞いたんで、ちょっと前にやらせてもらっていいですかみたいな。そういうインドラクイチたちが飛び込み営業で。インドラクイチってなんだ。ヨーロッパの方も行かれました。あ、行ったことないです。アメリカは？アメリカもないですね。インドだけ？インドだけですね。じゃあ日本は結構いろんなとこ行きました。日本は行きますよね、やっぱり。いやいや、僕らそんな旅がないから、この間も鹿児島なんか行きましたね。鹿児島徳之島って、ね、おお、ご長寿の故郷ね、泉茂一も新御師匠とかもよく行ってるんですよね。ああ、皆さん行って、っまさか泉茂一郎さんとか注目、そう稽古してったんですけど、ああ、茂一郎さんやっぱりされたんだ、ね、さすがさすがさすがだわ、仕込んで仕込んで、ね、ところが、ところが出なかった、ね、ないって。でもやっぱ紙切り見るの初めてっていうお年寄りもたくさんいるんですよ、ね、これは喜ばれるわ、子供でしたけどね、こう中学生ぐらいでした。あ、そうなんだ、どんな世界地図なんて、あ、世界地図か、あ、ちょ、うん、ちょっと面倒くさそうですね。ただ面倒くさい、ただ面倒くさいとか言わないよ、まあ、見れても受けないっていう、類があるんです、紙切りにも。あ、そっかそっか、ただ面倒くさくて見せても、はい、そうですね、あと、 あとその類で言うと漢字ですね、名字なんか、折島さんの折島っていう字を切ってくれっていう、え、文字切ってくれっていうのもあります、みたいな感じでへえ、くり抜いてね、あ、それ誰も得しない、それ。そうね、そうだ、マデノコージって切ってくれって言われてる、ね、そう、もう4文字も書かなきゃいけない上に誰もピンとこないっていう ね、 でね、せっかく切ってもはいはいみたいな、あ、そっか、そういういい注文っていうのは、うん、じゃあどういう注文、やっぱ季節に合わせた注文がいいですよね、うんうん、季節、ええ、あ、じゃあ鍋焼きうどんとか、あ、そうです、あ、もうそれこそ中心蔵とか、冬だったらね、いい、あの箱根駅伝とか、餅つきとか、そういうの、餅つき、なるほどね、たこ揚げとか、たこ揚げなんかいいじゃないですか、じゃあ要注意、こういうお題は苦労多いのに、あの、受けないし、うん、あ、で終わっちゃうっていうのは、そのどういうやつなんでしょうか、その世界地図系の、あの、これは苦労するなみたいな、うん、ですかね、まあ、やっぱ地図系日本地図地図家紋とかってですよね、家紋、家紋、家紋ね、そっか、その人だけの、そうか、そうか、みんながイメージできるものじゃなくて、その人がただ欲しいだけのやつ、家紋見せてきて、じゃあこれはうちの家紋なんで、切る、そうですよね、そりゃそうですよね、あ、確かにな、あ、これはちょっとお題の勉強になりますね、あ、そうかそうか、でも、うん、落語にそんなに触れてなかったら落語ネタ出たとちょっときつくないですか。あ、そのためにやっぱり知らなくて、あらすじでこう、読む本があったんで、それを、はい、それでお手軽あらすじで読む本、あ、でもあの話っつったらこのシーンだなみたいなのがなんとなくあるわけですね、あらすじで、まあ、実際にその演目聞くより、見たり聞いたりというよりはもう本の方、そうですね、それでパンとこう、え、じゃあ例えば小褒めだったらどこのシーン切るんですか。小褒めだったらどうしよう、褒めてるとこ切ればいいんですか、褒めてるとこどあ、え、子供、赤ちゃん、あ、赤ちゃんを褒めてるところか、そっかそっか、間違っちゃってるそうだね、あ、でちょっと脇におじいちゃんとか寝転がってれば最高ですよね、うちのじいさんだよみたいな、あ、なるほど、んでるよ、ね、そっかそっかそっか、そういうことになるか、だからそういう結構難しいのは落語なんかはその言葉でこうやり
そうそう、あれがああいう話は形にしづらいってありますよね、うん、ああ確かにその寝取りみたいなのだとただ懐かしいですね、2人が喋ってるだけですよね、そっかなるほどね、あそういうところもじゃあちょっと注意してください、なるほど、ね、注意してくださいってさっきからね何の念押しになってるんだよ、ラクイさんのご提言がありましたね、だから本当私に、うん、のいいような注文してそう、ラグイさんも喜ばせてください、はい、私はねそのつもりで講座に、そうですね、喜ばせるのはお客様の方ですね、ラグイさんも喜ばせて、そこ履き違えちゃいけない、ね、そそれ喜ぶとやっぱお客さんもうん、嬉しいじゃないですか、私が喜ぶってことはお客さん、そうですよね、みんなのマスコットキャラクターですから、ラクイチさんはね、ラクイチさんを喜ばせて、ずいぶん不穏なマスコいや最高だな、いやいやいや面白すぎましたわ、大島さんいかがですか、今日のラクイチさん、いやもう、うん、あの不思議な剣の使い手を相手にしてる感じですよ、いや最高、このねのらりくらりした感じがラクイチさん最高なの、大好きですわこういう芸人さん、だって俺らの仲間うちでいないじゃない、絶対いないね、うん、漫才と、まあ、まあコントやるその同業者のね、はい、まあ、仲間で、うん、もう彼みたいなタイプいないからお目にかかったことないから、そうっすよね、うんうん、いやだからまだまだこれからね、うん、あの寄席でお金も合うと思うんで、うん、こう楽市さん多分また名人になっていくと思いますんでね、うんうん、なるしかないだって、うん、ポジティブな意見基本的に全く否定しないんですよ楽市さん、ここも楽市さんのねいいところだと思う、絶対謙遜しないっていうのが楽市さんすげえ面白いのが、いや僕なんかまだまだとか言わない、うーんうーんって聞いてるっていういやいやもうそれぐらいでないと、そうなのよ、それぐらいでないと、大好きです、ね、本当に、楽市さんともどもよろしくお願いいたします。